グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大変身。日当たりも良く背の高い雑草がのびのび育っていました。足元にはたくさんの雑草がふさふさ生えています。雑草取りは大変でしたが、一気に見晴らしが良くなりました。お庭全体の雑草を抜いて、ほらこの通りすっきりです。いよいよお庭の方ではテラス作りの工事が始まっています。敷地が高いので大型のクレーン車で骨材や砂を道路からお庭まで吊り上げました。黄色い糸が張ってあるのはテラスの化粧平板の位置を出しています。黄色い糸のラインに合わせて化粧平板を張っていきます。黄色い糸は水糸と言いますが、どんどん糸に合わせて平板を張っています。デザインに合わせて市松柄になるよう色分けをして職人さんが張ってくれます。車が乗る場所ではないので下地はモルタルを敷いて平板を乗せています。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。